かつての駅舎とホームを結ぶ橋周辺の様子を四角駅は、かつて岩手県宮古市祝い内にあった東日本旅客鉄道岩泉線の駅である。同線の廃線により2014年3月31日、限りで廃止となった。傾いた木製の単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。もう一駅管理の無人駅であった。駅にはベンチや待合室は存在せず、 駅舎、屋根もない。開業時はスイッチバック駅で、かつては横取り線のある方に駅舎とホームがあった。通過不能型の配線で、短式一面、及び島式一面の三線と引き上げ線一線を有した。駅本屋があった場所は、現在、川を利用した養魚場となっている。駅付近には、お四角の集落があったが、現在は養村場と、 近くに自然で育てた鳥の卵を販売する養鶏場の2軒があるのみで周囲は山である。国道340号に隣接しており廃止後も駅があることを示す小さな標識が残っている。雑草に渦もれた駅前広場の奥に仮設にしか見えない橋と階段があるがその橋を渡り階段を登って左折し線路脇を50メートルほど歩くと ようやく駅のホームにたどり着くありさまだった。前日の通り、橋を渡った先には国道340号があるが、この駅の周辺は、お四角峠と呼ばれる難所であり、道幅が狭く交通量も少ない。このため、国道と接続している駅とは思えないほどであり、これらのような事情から、この駅は一部の鉄道ファンから、全国屈指の秘境駅として扱われていた。 橋で駅と国道が結ばれている形だが、この橋は片側にしか柵がなく、渡るときは注意を要する。なおこの橋は、岩泉線の廃線以降ロープで封鎖されて、立ち入りが禁じられており、国道側からホームのあった場所には入れなくなっていたが、2016年9月に襲来した台風10号による豪雨でその橋が流されたため、ホームがあった場所までたどり着くことは、 完全に不可能となっている。駅は岩泉線のサミットに近かった。駅跡から約 1.3km 北には、同線最長の四角トンネルがあり、ほぼ全線にわたり、勾配やカーブが連続する路線中で、この区間に限って列車は、時速 70km を超える速度を出していた。また、周りは山で囲まれているが、NTT ドコモのフォーマプラスエリアのため、フォーマが使える。 これは NTT ドコモ東北が管内の JR 東日本すべての駅でフォーマを使えるようにしたためである。地名の表記は当駅にも使われていたお四角が一般的であるが同じ読みでおじかどの表記も使われることがあり、並走する国道3 4十号側のおじかどトンネルにはこの名前が残っている。岩泉線廃止前の鉄道代替バスは 東駅入口付近の国道で乗降を行っていたが、東日本交通が運行する岩泉線廃止代替バスは東駅付近にバス停を設けていない。またフリー乗降区間でもないため、岩泉線廃止後は付近への公共交通によるアクセス手段は消滅した。廃止後に鉄道駅に対応するバス停が設けられなかったのは、東駅のみである。東日本旅客鉄道岩泉線岩手。 ワイナイ駅を四角駅内や駅岩手、大川駅内消し線はすでに廃止されていた駅。ありがとうございます。